せーの、親子断絶はフェッカース。はい、ということで今日は2020年2月4日、火曜日ですね。はい、火曜日ということで節分が終わり、まだまだ寒い日が続いております。で、世間はですね、まだまだあのコロナウイルスですか、あれで、まだね、全然収束しませんね。まだまだ拡大しているようです。なるべく人混みはね、ちょっと避けて、予防したいというところですね。で、10日後にはバレンタインデーということで、僕がね、あのチョコ大好きなんで、皆さんチョコお待ちしておりますなんつってね。はい、ということで今日なんですが、ちょっとね、忙しくて動画の方空いてしまったんですが、一応ご報告ということで、この子どもの人権を守る会チャンネルですね、僕のチャンネルがですね、1年半ぐらい経ちましたけども、作ってからね、なんと300人、チャンネル登録数300人突破しました。やったーっつってね、300人なんて全然少ないんですけど、まあでもゼロからね、始めて、まあ1人ずつ確実に増えていってね、100、200、300と来たわけでございます。で、このチャンネル登録してくれてる人っていうのは、本当にこの問題に関心があってね、まあ当事者の方も多いだろうし、なんとかしたいなって思ってくれてる人だと思うので、すごくなんかね、数字で見れてすごい分かりやすくていいです。で、やっぱり最初はね、ほんとゼロから始めて、僕とまあもう一人二人ぐらいでね、始めたわけなんですけども、まあ、動画はまあほぼ僕一人でやってるわけですけども、まあまあ最初はね、ほんと一人でね、孤独でしたよ。で、まあそれも仕方ないっていうことで、まあやってきたわけですが、まあ1年過ぎたぐらいからですね、ようやくなんかね、その視聴者さんだったりとか当事者さんだったりとかっていうところから、ちょっと応援されるようになってきてね、支援してくれるようになってきて、まあやっててよかったなと思います。で、僕はこれをね、やり続けてることで、確実にね、救われる子供親子っていうのが、まあ、いるわけですね。そういったところもね、まあ、役に立ってるなっていうのがすごいわかるので、本当にね、300人嬉しいですよ。僕は感情を表に出さないタイプの人間なんですが、まあこれはね、本当に素直に嬉しいです。ありがとうございます。ね、まあ僕の動画を、今後もですね、役立ててもらいたいなと思います。はい。でですね、まあそんな中ですね、まあいろんな協力したいと、応援したいという声が、ね、たくさん届いてきておりましてですね、この動画の制作にもね、ちょっと詳しい人が手伝えることがあったらやりたいとかね、名刺をまあ作るのが得意、まあ、デザインとかね、そういうの得意な人が名刺を作ってくれたりとか、あとイベントの手伝いをしたいとかね、あとはね、資格を作ったんですけど、まあ、その資格の特許の書類を作ってくれたりとか、そういうことをいろいろやってくれたりとかね、あとは応援のね、メッセージ、電話、メールなんかもよく来ます、全国からね、それからまあ物資とかも届きます。みかんとかリンゴジュースとか、めちゃくちゃ美味しいものがね、届いて、すごい助かってます、それによって僕もね、元気になって、こういう動画とかね、活動とか、まあほとんどが、まあ、動画やってない時は相談の対応だったりね、そういう業務なんですが、まあ、実務ですね、子供を救出しに行ったりとか、そういう実務がほとんどなんですが、まあそれでも1日15時間ぐらいはね、こう対応をするためにね、準備を整えたり、やってるわけですね、まあ、年中無休ですよね。本当に年末とか元旦にも夜中相談の電話があったりとかね、しましたけども、まあ、そんな感じでやっております。で、まあ今後もね、もっと続けていかないといけないんで、本当に子供のね、未来が完全に守れるっていう風になるまではもう絶対やめらんないなと思っているので、今後もね、引き続き応援の方よろしくお願いしますと
ということですね。今後も本当400、500、できれば1000人突破したいんですよね。1000人突破すればこの動画自体にも、まあ、広告がつけれるようになって収益化できるので、まあ、その収益をね全部この活動に生かしていきたいと思っているので、皆さんねどうかね拡散お願いしますね。本当にもう正義感の塊みたいな人は頑張ってるから、子供を助けるために、子供の未来を守るために頑張ってるから、本当に拡散してもらって、ぜひ見てみてっていろんな人にね拡散してもらえると1000人なんかすぐ行くと思うんですよね。うん、まあ、今年、来年ぐらいはそこを目指していきたいなと思ってます。それから子ども代理士についてですね、いろんな問い合わせ来てます。私も取りたいと、子ども代理士になって子どもを助けたいといういろんな、まあ、質問が来てますが、ちょっとねまだその問題の内容とかもまだ考えてない、考えてる途中なんで、もうちょっと待ってくださいもうちょっと忙しくてね、講座とかもやんなきゃいけないっていうのはあるんですけど、なかなかできてないので、落ち着いたらやるので、ちょっと待ってくださいということですね。であとは、まあ、これまでの動画にもそういったね、法律についての話だったりとか、児童心理の話だったりとか、いろんな動画出してるんで、このホワイトボードを使って説明してる動画、講座式にね、通信講座みたいにやってる動画をちょっと見てもらって、そこからも確実に問題出ますから、うん、むしろ8割ぐらいそっから出ますから、見てもらってね、勉強しといてもらえたらいいなと思いますね。まあ、子どもの権利に関するね、問題ですね、条約とかね、そういったところですね。児童福祉法だったり虐待防止法とかそういうところですね。うん、であとは、そうね、毎週水曜日夜10時から、LINE ライブっていうねアプリでですね、生配信をやっております。で、生配信をやる理由っていうのは、そう、生でやり取りができるんですね。だからその中で質問すればすぐ僕が動画の中で、配信の中でその質問に対して答えるってことができるので、生かしてもらいたいと思います。で、まあ、生配信ライブ LINE ライブではですね、この問題だけではなくて、他の相談ですね、人生についてとかね夢を叶えるにはどうしたらいいかとか、そういった質問相談にも対応しているので、本当にね、ざっくりとしたやつでいいです。そんなクソ真面目なやつじゃないんで、ちょっと緩い感じでやっておりますので、ぜひ、毎週水曜夜10時 LINE ライブ、タイミングがあったらね、見てもらえばいいかなと思います。質問って言われてもね、困っちゃうかもしれないんですけど、何でもいいです、ね。例えば、今一番欲しいものはとかね。今一番欲しいもの、安らぎですかね。はい。ということで、辛い時もですね、泣きたい時も、これは YouTube ですね。YouTube チャンネルでは、100人、200人、と、節目ではね、ちょっと何かね、特典を加えたいなということで、下手くそな歌ですけどもね、歌を最後に入れています。今回も入れようかなと思ってますね。辛い時も泣きたい時も苦しい時も必ず明日はやってくるんです。明日が少しでもいい日になるように今を精一杯生きていってほしいと思います。それでも明日はやってくる。泣いて怒ったり、そして笑ったり、誰かを愛したり、いつも叶わさにそしてじてく、それでも明日はやってく。雨を解き放ち、すべて解き放ち、誰かを信じたり、いつも風を感じ心にいつでも明
明日。